こんにちは、翔太です。今日もグラクラやっていきます。今日はですね、アーティファクトカードまたいっぱい貯めたんで引きたいと思います。単純にそれだけです。こちらですね、3周年記念のあのパック、カードパックっちゅうの、これ5枚あるカードパック5、3周年記念カードパック5、あ、1、2、3、4、5か、5枚あるんでね、こちらと、あと他にもね、まあ貯めたんでっていうか溜まってたんで、あの引いていきたいと思います。100枚以上あるかな、多分100枚は超えてると思うんで、それをね、あ、ディアンヌ持ってなかったんだ、いいね、まあ引いていきたいと思います。もうほとんどね、ほとんどでもないけど、ニューカードがね、もう多分出てこない、ほとんど。あと何でゲットしてないのかちょっとわかんないんですけど、多分出てこないと思う。ニュー、さっきのディアンヌは、あれだね、ゲットしてなかったんだな。まあ、とか言って、結構ね、もらってないカードっていうか、ゲットしてないカードはね、多分結構あるんですけど。はいはいはい。あ、この辺も持ってますよと。まあ、サクサク、引いてきます。で、今回の記念、3周年記念の、なんだろう。カードセット、アーティファクトセットっていうのかな、の効果が確か、あれ PVP だっけ、 PVP で女神族かなんか使うとなんかプラス何パーみたいな感じだよね、確か。あんま覚えてないっす、すいません確かそんな感じだったような気がする。PVP だったっけな、多分。まあ、なんであれなんですかね、最近あのレベル上限上がって PVP 全くやってないんですけど、あれですかね、もうレベル100とかゴロゴロいるんかな。ちょっとね、自分はレベル100まで上げてるキャラクター全くいないんで、今のところ上げてないんですけど、全然。素材は貯めてってんだよね。原初の、なんだっけ。原初の魔人からゲットできる素材は、貯めてはいるんですけど、まだ全然キャラクターレベル上げしてません。はい。まあ、いう感じで、まあ、半分以上は引けてますね。はい。まあ、この辺もね、多分ニューとか出てこないから、まあサクサクいきたいっすね。もうスキップしまくって、これアーティファクトカードを引くとき毎回言ってるんですけど、このスキップ実装されて結構楽になった。前はなんかスキップなくて、スキップないっていうか、その5枚いっぺんにとかなくて1枚ずつだったんで、結構あれだったんですよね、めんどくさかったんですよね。で、ニューエリザベスと、はあはあ、エリザベスいいね。あれ、これ持ってんな、持ってるやつやん、持ってるエリザベス、持ってたな。あ、これは引いてねえやつだまあここら辺も、お、おい、銀色魔人持ってないんだ俺、持ってませんでしたね。はいはい。で、ラスト1枚引いて、で、記念カードですね。記念カードパック引いていきます。はいはいはい。マーガレット。次が。はぁ、あ、はぁはぁ。女神族の再会からのラスト？何これ？アーク。アーティファクトセット。PVP で女神族の味方が敵に与えるダメージ 2% 増加するですって。
まあ、なんであれなんですかね、これつけて PVP やってる方いるんかな、女神族入れて。まあどうなんですかねって感じで見ていくと、あそうなんだ、240種類中まだ201種類しか貯めれてないんだね。あ結構やっぱ出てないね、39種類出てないっぽいですね。でアーティファクトセットどこどれだ、あれどこだ、やべ見つけられないわ、どれだどれだという感じで、あこれか、光のオーラナンバー24、これですね。はい、という感じで今日はアーティファクトカードを100枚以上引いてみたというところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。